にちは、東和真役の小林由美子です。やってまいりました、焼きたてパン講座、なんと5回を迎えました。早いですね。というわけで、今までさまざまなパン対決をしてまいりましたが、大塚千尋ちゃんとの対決は2敗1引き分けという、本当に散々たる結果になってしまったんですけれども、これをですね、私勝つべく、前回千尋ちゃんには内緒でパンの修行をしてまいりました。そしてなんと私若松先生に100万点、もう一度100万点いただきました。もうこれはね、ありがとうありがとう、約1名の拍手、その100万点をですねもらえたということを、私はもうどんな敵が来ても、向かうところ敵なしなんではないか、というわけで最強の敵を迎えました。さあ今日の私に対戦する相手はこちらです。出てこーい。お返しします。なんでみんな、ありがとうありがとうありがとう、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。アホみたいな天才少年こんなアホみたいでも天才少年です、天才少年神主茂役の井上麻里奈です。よろしくお願いいたします。今日は絶対勝ちます。よく言うよ。パン作ったことあるの？そんな初めてに決まってるじゃないですか。でしょ。ちょっと私ね、前回100万点もらっちゃったんだよね。それは何点満点中ですか？100点中。あ、すごいすごいでしょ。それは100点中100万点でどれだけ超えてんだって話ですか？1万倍ってことですよね。すごいですよ。あ、それはすごい。すごいですよ。でも勝ちます。今日はあれですよね、天才少年対決ってことですか？そうなのよ。ああ、なんか負けられないわ、本当に。荷が重いですよね、これそうなんだよね、パン作りに対しては天才だからですね。手際よくやらなければいけないんですけど、なんて言ったって5回やってますからね。そうですよね。そう、すごい不利ですよね、私。それで私ね、プライベートでもパン教室に通ってんの。そうですよね。私どんだけ不利なんですか、でも絶対勝ちます。というわけで、今回もジャッジしてくれるのはおなじみこの先生です。いらっしゃい。どうも店長です。よく見てごらん。はい、よく見てごらん。どう見ても松代店長ですよね。いやアフロにグラサンも違います。今回ですね、はい、ジャッジしてくれるおなじみの若松先生です。松しか一緒じゃない松しか会ってないんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテーマは何ですか？はい、今回のテーマは、はい、これだ。うん、うん、ツボ、ツボ、ツボ、カメ、カメ。ふん。ま、魔法ですわ。焼いたパンが。ちょっと、本当はどんなパンを作るんですか？今回のテーマは、はい、これです。かわいい。やだわ、亀と亀ですってよ、奥さん。ああ、亀と亀ですってよ、亀、奥さん。ああ、なるほど。つらいよ、奥さん。そっか、なるほど。それでは早速先生、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。じゃあどんどんやっていきますか。はい、やっていきましょう、はい、ん、待って、その格好でですか？スマホで。あ、忘れてました。忘れ、馴染んでますもんね、はい、亀版の材料です。インスタントドライイースト 3g、 インスタントドライイーストを溶く水 33g、強力粉 200g、 砂糖 30g、 塩 3g、 卵 20g、 水 70g、 バター 27g、 抹茶パウダー 4g、 粒あん 140g、 ポピーシード 20g、 レーズン 10g。 それでは早速生地作りの方に行きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあこの大きなボウルに粉を入れていきます。粉、はい、粉、はい、もふっ。で、あと今日は抹茶を入れていきます。抹茶、これが緑色になっていくんですね。
大きく混ぜていきます。最初真ん中だけこねてしまうとこの後混ざりにくいので、最初大きく混ぜていきます。大きく混ぜ、はい、いきますよ。はい、大きく混ぜていきます。大きく混ぜる。おー、これがまた気持ちいい。気持ちいい。ふわっとしますね。大きく混ぜる。本当だ、太陽の手ですからね。あ、そうだ、そうだよ、私たち太陽の手だ。今日は太陽の手対決でもあるんだよ。いや、私末端冷え性だけどね。私もです。なんだ、一緒じゃん。ね、私もです。え、あ、でもな、抹茶のいい匂いがする。いい匂いですね、うん、美味しそう。まだこんな状態だけど、よいしょ。え、これ食べたらちょっとお腹壊すかもね。ちょっとね。よいしょ。もうそろそろまとまるとは思いますので。お、うんうん、先生、よし、 H の受け B、 無理やりだけど。これこすって、こすると結構綺麗に お許しが出なかった、はい、よし。お、先生、こんなんでどうですか。はい、大丈夫です。よし、 H の受け B。 ちくしょう、こういう時の因数分解だよ。関係ないよ。 Y イコール X みたいな。 Y イコール X って斜め線じゃん。頭いいこと言うな。関係ないじゃん。はい、ボールから出して、これはあとは、はい、はい、あとはこれをバターをこの生地になじませるように、はい、もう揉んでいただいて。お、なるほど。もう揉みほぐすみたいな。揉みほぐす、はい。ここが一番体力勝負なところなんですよ、はい、過去何回か苦戦を強いられてる。そうですよね、はい、ここでしっかり折ってください。そうすると綺麗に生地ができます。よいしょ。いや、あ、でも意外に意外に意外に、なんかそのこね方は前回やったような記憶が。あ、そうです、そう、手を添える、添える。私成長してるじゃん、はい、はい、自然に手を添える、はい、自然に出てました。今出てました、はい、勉強になってます、ちゃんと、はい、ほらね、ご覧、こうやったらね、手を添えるんだよ。おー、なんかやっぱり綺麗。でもゆみこさんの本当に、うん、まあ、ここがゆいですから。そうですよね。じゃあだいぶこのパンの表面が綺麗になってきたので、あとは綺麗に丸めてもらいます。はい、で、だいたい半分に折って半分に折ってっていうのを繰り返してください。折って、半分に折って、これ何回か繰り返すと綺麗に表面が。先生、いい感じですか。はい、あ、すごいいい感じ。あ、私もできた、私もできた。先生、はい、私もできました。はい、ここちょっと微妙ですよ。うるさい、うるさい、ごめんなさい。